ニューネン・ヘルベン、エン・ネーデルベテンは、オランダ北ブラバント州の基礎自治体。アイント方ンの北東 6km、アムステルダムの南東 110km の位置にある。ニューネン、ヘルベン、ネーデルベテンの各地区のほか、いくつかの村からなる。ニューネンは、日本語では、ヌエネン、ヌーネンと表記されることもある。総合電機、メーカーフィリップスの従業員やアイント方ン。 高科大学の教員や学生などの新たな住人により、徐々に人口が増えている。入念、ヘルベン両村の原型は5世紀から8世紀に遡ると考えられる。ブラバント港、ジャン2世の下の1300年頃、村として成立した。ネーデルベテンは12世紀に成立した。1810年、フランス政府によりネーデルベテンは、エカルトと併合され、他方、 ニューネンとヘルベンも統合されて、ニューネンエンヘルベンとなった。1821年、エカルトが境界領に編入され、ネーデルベテンは、ニューネンエンヘルベンと統合されて、ニューネンヘルベン、エンネーデルベテンとなった。20世紀にこの自治体は、アイントホーフェンに併合される可能性もあったが、それは実現しなかった。しかし、アイントホーフェン近郊の町として、産業がもたらされた。 アイントホーフェンへ121系統バスで15分。ジャガイモを食べる人々この街は、画家フィンセント・ファン・ゴッホが1883年12月から1885年11月まで、父母と暮らしたことで知られており、ゴッホの暮らした家は現存している。また、街並みを描いた絵も多く、入念の古い教会の塔、入念のプロテスタント教会を出る改修などが知られる。 ありがとうございます。